多分これで猫の耳を語ることができた。でこれで向きがどういう向きにするかが決まります。何書こうかっていうよりこれの向きで大体こう猫の耳があったらこう書いたらこういう形にならざるを得ない。でこれおでこです。なんとなく猫になってきたでしょ、うん、こうしてひげ描いて目描いて、耳描かなかったらもうアザラシそっくりやから子供さんの漫画のドラえもんあるやんか、ドラえもんあれもともと猫ですからね、あれに耳を、ね、ネズミにかじられてあの丸い顔で、でも猫っていうのは結構似てますよ。先ほど袋をあのこう履いてくれてる人が袋をね、正面から見たら猫とそっくりよ。目が前にあるでしょ、猫も、ね、目が前にある。ところがあのシェパードのようなものとか馬とかって目が横にある。だから見え方がどうやら違うよ。猫は擬人化されやすい。まあ猫もいろいろあるから、シャム猫とかあんなのは横についてるような感じがする。でも日本猫なんか完全に前に向かっているんです。だから猫は化けるとかっていう、あの人間に似てるようなことを言われると言いながらどこまで描いてるだったらね、この位置から見られないんですね。これ半分という本の点取りなんです。だから絵の具を叩きつけんことには入っていかないんで、弾くんですよ。で、今日一緒にあのご案内しようと思ってたホルベインの社長が、あのここに染み取る、染み込んでいく、なんか溶剤を発明してくれたんです。で、おととしにそれを使ってみなさいって
使ってみたんだけど、やっぱりまだ浸透はしにくいからやめてますから、入っていかないんです。あとで皆さん書ける人はここに書いてください。こう入っていかないんです。こうやったら弾いてるの分かるでしょ。それは雨を弾く布ですから。それを一生懸命写真撮ってくれたりしています。今日も一緒に、ね、ツアーをご一緒してくれたんです、今日遊びに来てくれてるはずです。いや遊んでます、遊んでる。はい、もう一回水ばっかり、水去年の正月に心臓を切りましてね、えらい丸の細やかになって、前だったらほうきで描いたほどの丸を描けたよね。猫を知らない人はこのひげがこっからこう羅列した毛根から生えてきてるっていうことをあんまり知らない。飼ってる人でも知らないぐらい、こう3列ぐらいこう毛根があります。こっからこう猫のひげが生えてる。で、おでこから3本ぐらい、ほっぺたから2本ぐらいで、この生える場所も全部決まってます。で、この生えた毛の周囲が猫の肩が入る幅なんです。だから彼らのひげは物差しになって、自分の体がいける穴土管の中でももう物差し測らんでもスッと入っていきます。だからそういう形で見たら
レジな体になってるわけよ。よっしゃ、これぐらいでどうする？あと丸で写真見るんですか？さっき去年丸入れとったんですよ。この私の絵を中心にそれぞれ有志が絵を描いてくれるということ。ただ真っ黒の今日は墨汁使ってますけれども、汚れる恐れがあるのでその覚悟をしてやってみます。前丸かいや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 、血を見るらしいよ。先生、本当？では、私はもう自分で楽観を入れます。楽観というのは、絵ができましたという印。落成監視という言葉を綴めて落観という、落成監視だから落成式の落成ということです。だから絵ができましたよっていうので日付、場所、それからその人の名前、号とか名前とか書いてハンコをつきます。だからそのハンコのことを落観と見ない、間違って言ってますが全体を通して落款と言います。だからあのハンコのことは落款印と言います。だからそれも白文と言うて、自分の名前が白で浮き上がるハンコ、それを白文と言います。白い文、今これ書いてるのなんかこれ字が出てきてますから、これ印肉だったら赤で出るからこれは主文と言います。赤い文、参考はどうしよう、あとで作ったら今作ろうか。まあ私のやつだけ終えてもらって、こんな小さい、この絵だったらこれでも小さすぎるぐらいなんです。本当はこれを4つ重ねたぐらいの印鑑が欲しいんですが、あんまり重たいから持ってきませんでした。で、これは先ほど言ったように中浜実と書いてある白文で、白文、白いように見えるハンコ、これの方が位が高いって言われています。主文字が、これは号の加賀という号を入れています。それは位が下に押します。
一応私の絵はこれで終わります。